NRS ナイフ型消音拳銃は、ソ連が開発したナイフ型の特殊部隊用、消音拳銃である。旧ソ連のぺつな図内では、パラトルーパー射撃拳銃とも呼称されていた。1970年代に開発された特殊な拳銃、もしくは、拳銃弾の発射装置を仕込んだナイフであり、潜入作戦に従事していた特殊部隊員が、危機的な状況に陥った際、 また敵が油断した瞬間に射殺や牽制することを目的にファイティングナイフの柄部分に単発の拳銃を組み込んだものである。このナイフ銃そのものには機械的な消音機能はなく射撃時の消音は MPS 消音拳銃及び S4M 消音拳銃で使用される 7.62mm41.5SP-3 消音弾という特殊なカートリッジにより行われる。 この弾薬は通常の重機用弾薬とは異なり、射撃時に膨張する発射ガスがケース内のピストンを移動させ、ピストンが弾頭を押し出すことによって発砲されるもので、発射ガスは薬莢内に閉じ込められる特殊な構造になっている。弾薬はナイフのグリップ後端から装填し、鳩は反対側となるグリップの先端から弾丸を発射する。装填は グリップに内蔵されているバレルを取り出し、チャンバー内に弾丸を入れる方法である。その後バレルをグリップに戻すと、ファイアリングピンがコックされ、自動的に安全装置がかかるようになっている。銃弾を発射するには、グリップの先端を標的へ向け、親指でグリップ後端のセーフティレバーを解除して、トリガーとなるボタンを押す。専用の鞘には、ワイヤーカッターが内蔵されている。 通電されたワイヤーにも対応できるよう、ワイヤーカッター操作時に手で触れる箇所は絶縁カバーで保護されている。1980年代には、後継となる NRS-2 が開発された。NRS-2 は、使用弾薬を PSS 小音拳銃に用いられている7.62メートル MX42SP-4 に変更しており、等身の形状が変更されている。 なお、派生型として、発射機構を省いて、通常のサバイバルナイフとした NR-2 が存在しており、こちらは、柄の内部は、サバイバル用品の収納部とされている。徳井正美、軍用銃辞典、海底版並木処方 P393、ISBN978 から4から890632138。ありがとうございます。